ピチーチこと、ラファエル・モレノ・アラン・サディは、スペイン・ビルバオ出身の元サッカー選手。スペイン代表である。ポジションは FW。リーガ・エスパニョーラの得点王に与えられる。ピチ,イチーチ賞は彼に由来する。ビスカヤ県ビルバオに生まれた。1911年から1921年まで、アスレティック・ビルバオに所属した。彼は常に白いヘッドギアをつけた。 1913年のラシンクラブイルンとのコパデルレー決勝は0から1で敗れた。同年8月13日、レアルニオンを招待してサンマメスの会場式を行った。ピチイチはこの試合で最初の得点を挙げている。コパデルレーでは6度決勝に進出し、4度優勝した。1914年から1916年までは3連覇した。 1915年の決勝、RCD s パニオール戦は、ピチイチのハットトリックの活躍により5から0で勝利した。1920年には準優勝し、1921年には4度目の優勝を果たした。1920年、初めて結成されたスペイン代表に選出され、アントワープオリンピックに出場して銀メダルを勝ち取った。 1922年、彼が29歳の時、シフスに感染して死去した。1926年、サンマメスに彼の功績を称えた郷像が置かれた。サンマメスに初めて訪れたチームは、彼に敬意を払って、花束を郷像に捧げた。1953年、マルカガミが、ピチイチショーを創設した。このショーはプリメーラディビシオンと。 セグンダ・ディビシオンの得点王に与えられた。ありがとうございます。